こんにちは、あやなです。あやなズボイス見てくれてありがとうございます。もしよかったら、ライクのサブスクライブ忘れないでね。まあ、前、ちょっと、自分がね、ほんと、ちょっと、小物扱いとか悪いから、自分のね、愛用してた iPad を落としちゃったのよ。で、ちょっとひびが入って、まあ、パパと一緒にね、これ新しいの買ったの。で、この新しいの買ったんですけど、まあ、またこういう傷がつくとか、ね、怖いの。せっかく買ったからもうちょっとねってなるんだ。で、そしたらパパがすごいいいものくれたので、もうそれを使ってみようかなと思います。ピカプロ N というものです。これは、なんか中が液体らしくて、多分これ塗ったりすると、多分固まって強くなるんじゃないかなと思います。じゃあやってみよう。で、開けると、ちょっと待ってよ。説明書が出てきて、4つのステップ。で、多分できるんじゃないかな。できると思います。そんじゃあ、やってみよう。で、1、これ、そうだね。1、2、3、どこだ、ほら。3、4って書いてある。で、あとはこういうやつとか。なんか楽しみ。実験。そんじゃあ、やろう。まだ初めに、1で画面を拭き取るってやつがあって、まあ、この見慣れたやつに1番のところに汚れ落としクリーナーって書いてあるから、多分これ開けて中にアルコールとかのやつがあるかな。それでどうやって開けるのか。中身何なんだろう、怖っ。あ、そういう感じか。ちょっと大胆に開けよう。まあ、普通のアルコール除菌の、こういうね、シートが出てくるんですけど、これで、一旦 iPad とかタブレット同じだ。スマホとかを、やるんじゃないかな。多分そうだね。で、まあ、一番は多分終わりかな。で、二番目がコーティング剤を画面に、まあそうだね。これだね。多分。これか。これですね。で、この銀色の袋に入ったやつを、ここに。で、ここに少しだけやると、スクリーンの、バラまかせる。怖いな、なんか。ノリみたい。このぐらいでいいかな。OK。そして、これで、上から多分やるのかな。ノリだね、ほんとの。画面いっぱいに。ノリだよ、絶対これ。絶対そうだもん。多分これがコーティング的な感じになるんじゃないかな。まんべんなくやんないとし。多分こんぐらいで大丈夫じゃないか。OK、多分これで大丈夫じゃない。で、3番を開けると、またこんな感じのやつであって、で、これを上からまた多分拭いてっていうか、にじませる。匂いがすごいわ。アルコール。あ、野菜思い浮かぶわ。この匂い。まあいいや、なんでもない。で、今こうやって拭いて、4番で空拭きで完成って書いてある。だからもうこれを上から拭くのかな。出てこい。
そうだね、空吹きだね、ちゃんとした。あ、器用じゃないわ。これを上から拭いて、まあ、空吹きだから吸い取れってことかな、水を。よいしょっと、で、こうなって、完成です。まあ、そんな、こういう時間とかかかんないし、これ簡単な4つのステップでできたから、まあ、説明書読んでも自分でも意味わかんない人ができたから、すごい簡単でいいなと思いました。で、今やったやつはさっきの海苔みたいなのあったんですけど、白い牛乳。あれをやると、で、それでこうにじませると、なんか薄いガラスみたいにコーティングされて、これでまあ守ってくれて、守ってくれるようになってて、乾くと硬くなって。で、そしてあれパソコンとかスマートフォンとかタブレット、まあこれとか、テレビとかゲーム機、時計とか鏡とか、こういうスクリーンがあるやつ全部できるらしいので、チェックしてみてください。結構もういい。簡単ですごいやりやすい。見た目も全然変わってない。なのにちゃんとコーティングされてる、これが。すごいね。で、ボックスはこんな感じにゴールド。小さくてゴールド。まあ、ポイントがゴールドかな。興味あったら、まあ、Amazon とかそういうのだったら、まあ、チェックして買ってみてください。まあ見てくれてありがとうございます。まあこの動画が、まあ役に立ったらいいなと思います。まあ、まあ面白いなとか思った人は、もう LIKE and Subscribe も忘れないでください。じゃあまたね。